こんにちは。鈴木隆之です。今回の動画の方では、子供たちに早めに海外を体験してもらいたい3つの理由ということでお話をしていきたいと思います。これですね、えー、早速3つをお伝えすると、これらのようになります。まずは、英語に対する感性がアップする。多様性のある時代に対応できるようになる。地元が好きになる。 それぞれ詳しく説明していきたいと思います。まずですね、えー、英語に対する感性がアップする。これは英語学習者にとって非常に重要です。海外に行くと英語に対する感性がぐんと上がります。特に子供たちにとってこのメリットは顕著で、英語を勉強する姿勢が大きく変わってきます。そ,その感性が上がって、そして心構えが変わる。 これは非常に重要だというわけですね。海外に行って、その国の人たちとコミュニケーションをする。これはですね、えー、子供の英語学習にとってものすごく大きな影響を与えてきます。まあ、実際コミュニケーションしてみて、自分の英語は通じた、通じなかったなどあると思います。そのどちらでも良いのです。通じたら嬉しいからもっと学びたくなりますし、通じなかったら悔しくて、 もっと学びたくなるからです。どちらにしろプラスになるということですね。もちろん、引っ込みジ案だったり、極端にシャイな性格の場合は、慎重に計画する必要があります。しかしながら、英語を覚える上で最も有効な方法は、英語の環境に飛び込むことです。その時点ではすぐに話せなくても、必ず後で良い影響を与えてきます。実際、私の教室で、英語はすごく話せる。そういうようになった。 え、説のうちがいます。そういう説のうちに共通しているのは、やっぱり海外に行ってるということなんですね。中学生の時、高校生の時、海外に行く。これがどれだけ本当にその人に影響を与えるか、その子供に影響を与えるのかを考えると、えー、ものすごく重要だというわけです。そして次に、多様性のある時代に対応できるようになる。まあ、これからの時代は、多様であることが当たり前の時代になっていきます。 そして多様性を受けること、受け入れることができるかどうかは非常に子供たちの人生にとって重要であると私は考えています。なぜならもっと海外の人が入ってきますし、また子供たちが出ていく時代にこれからなっていく,いくと思うからです。その時に日本人とばっかりしか、えー、やりとりしていなかった。日本人しか付き合っていなかった。えー、そういう子供の場合は、 えー、その多様性というのを理解するのはすごく難しいわけです。でも海外に行って、そして自分とは違う人種の人に会ったり、まあ話をしたり、コミュニケーションをしてみる。これが非常に重要だというわけです。この日本というのはですね、単一民族のみが存在しているので、国際色という意味での多様性はほぼゼロです。多くの地域では外国人がほとんどいないという状態で日本人しかいないと。 長くしてる特別だみたいな感じになっちまうわけですね。で、同じような人が、同じような価値観の中で生きています。もちろんあの考え方違ったりとかするんですけど、そういう枠を超えた部分での違いというのはないわけですね。で、海外に行くと、その自分の、その、世界観。今まであった日本というだけの世界観が崩れていきます。その崩れるというのは実は大事なことだと。 というわけですね。そして、まあ、最後なんですけれども、重要なのが、これ、えー。地元が好きになる。海外を探体験した人、特にある程度以上の期間を海外で過ごした人は、地元が好きになります。例えば私の地元、塩釜。塩釜なんて何もない街だと。まあ子供たち思ってるわけですね。つまらんと。さっさと都会に行きたい。まあそういうことは多いわけです。 田舎と都会どっちってみんな都会というわけですね。まあ、田舎だからだと思います。でも、そういうふうに思ってたとしても、海外で生活すると実はたくさんの,良い,もの良いものがあるということに気づけます。もちろん、2、3週間という短い期間では難しい。それを発見するのは難しいかもしれませんが、そういう経験がないよりも、視点は確実に変わっていきます。 今までは内側から見ていた地元を外側から見られるようになっていくからです。そういう経験は本当に貴重で、子供たちにとって大きな経験となっていくのは間違いありません。以上は早めに海外を体験する3つのメリットになります。まあ、とは言ってもですね、えー、なかなかあの海外に行けと言って、えー、子供を掘り出すのはですね、なかなか、えー、難しいと思います。まあ、私の 妻つももう、えー、なかなか買っていなさいみたいな感じではできないと思,う思います。そうするとやっぱり信頼できるところに、えー、手伝ってもらって、そこに、そこで、えー、体験してもらうというのい,いと思います。で私のお勧めはこの、ここですね。IWHP という、まあ、オーストラリアのゴールドコースティングの語学学校ですね。日本人の、えー、女性の方が、 いますので、えー、ここでしっかりとですね、学んで、えー、体験して帰ってくることができるようになります。まあ、こちらのリンクも、えー、説明欄、詳細のところに貼っておきますので、ぜひそちら見ていただければというふうに思います。それでは、えー、今回の動画はこれで終わりになります。もし、えー、動画の内容を気に入っていただいたという場合、ないしは、 こういった英語学習に関する話を聞きたいという場合はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。